左から、50BMG、300ウィンマグ、308ウィンチェスター、7.62、mm、X39mm、5.56X45mm、NATO、22LR、ハンドロードは、拳銃、小銃、機関銃、三弾銃などの実砲を手作業で製作することを言う。ここでは、ライフル弾のハンドロード方法に合わせて、 三段重実砲のハンドロードについても併記する。かつては特に命中精度が求められる、ベンチレスト競技やライフル射撃選手の場合、精度を向上させる目的で、ハンドロードを行うことが多かった。これは、工場で生産された実砲は、工場相談と呼ばれ、大量生産であるため精度には、限界があり、本当の意味での精密な射撃には使えなかったからで、ある。 現在では、ファクトリーロードでも射撃競技用の高精度実砲が存在するが、非常に高価なため本番での使用が基本となる。特に練習において大量に実砲を使用する場合は、通常のグレードでも費用がかさむため、回収した薬莢に別売りの弾頭、を発射薬、来ンを使い再使用すれば、手間はかかるが新品を買うより、トータルで安く上がる。 このような理由でもハンドロードが使われていたが、薬莢のわずかな歪みが出る可能性もあるため、使用回数には制限がある。一般向けのライフル銃の重心は、内径の交差プラスマイナス5、100ミ、mm、リ程度で作られる。30口径、つまり7.62ミ、mm、リメートルを正確に加工しようとしても、必ず大きめにできたり、逆に小さめにできたりする。 その交差が大きくてもプラス100分の5ミリ、小さくても100分の5ミリということになる。すなわち、同じメーカーの銃で同じ重心であっても、厳密には微妙に内径が違うということになる。そのため、同じ相談を使っても内径の小さい重心で撃てば、弾頭がライフリングに食い込む抵抗が大きくて火薬の圧力が高くなり、 逆に内径の大きい重心の場合、弾頭のライフリングに食い込む抵抗が少ないので、火薬の圧力はあまり上がらないということになる。それぞれの重心を初速で考えると、30メートル毎秒程度の違いでしかないが、それでも、命中精度には少なからず影響を与える。競技用の銃に使われる重心は一般向けよりも、精度は高いが、高価である。 軍の狙撃手など、目的や用途で弾頭の種類、重量、初速を変えたい場合には発射薬の種類や、重点量を変更する必要があるが、これらすべての希望条件を満たした、工場相談は存在しないため、ハンドロードしか選択肢はなくなる。標的までの距離や火薬量が規定で決まっている、射撃競技では、各種目用に特化した、高精度なファクトリーロード品が、 各社から販売されている。その他の目的としては、一部の軍用銃は、工場相談と呼ばれるものが現在ではほぼ存在しないため、こうした銃の射撃を行う場合には、その都度その銃専用の規格の実報をハンドロードで製作する必要が生じる。安価で一般市場に出回っている軍用相談は、 自動小銃や機関銃に使用される目的で製造されており、その特性上全天候で使うことを想定している。そのために防水処理が施されており、弾頭と薬莢は樹脂のような溶剤で接着してある。これは湿気の侵入と弾頭が機関銃などの振動で動かないようにするためである。弾頭が接着してあるので抜け弾抵抗が強くなり、初速は 通常のものより30メートル毎秒くらい加速されるが、発射時の抜け弾抵抗にばらつきがあるため、命中精度から言うと良い結果は得られない。これは、戦闘に使用される弾薬の特性上、精度を犠牲にしても耐久性、信頼性に重きを置く性質上のことである。軍の狙撃手が、狙撃銃を使用し、大距離狙撃を想定した場合でも距離は1000メートル前後。 想定される最小の目標は人間の頭部程度であろう。しかし、ベンチレスト競技やライフル射撃の選手は、この距離であってもミリ単位の集団を競う必要があり、これくらい精密な射撃では、上述の理由により、精度の悪い軍用相談を使用する選手は、皆無である。軍用相談での入賞はまず望めない。ただし、命中精度を度外視した。 いわゆる射撃の感覚をつかむための練習にはこれで十分である。実際軍からの払い下げ品は市場価格以下で売られることが多いため、そういう点でも感覚をつかむための練習には良い。三段銃の場合は、ライフルのハンドロードとは若干意味合いが異なる、目的でハンドロードが行われる。三段銃の実行には大きく分けて、バードショット、 バックショット、スラッグショットの3種類があり、特にバードバックショットは数多くの3段系の規格が存在し、同じ3段系でもそれぞれ薬量も複数種類が用意されている。また、スラッグショットにおいても通常は重厚のチョークを保護する目的で、多くの工場相談はシリンダー口径よりも小さな径のスラッグ弾頭を採用する。三段銃のハンドロードは バードバックショットの場合、通常の工場相談として入手できる企画はあえてハンドロードで生産する必然性が薄いほど安価に販売されているため弾薬費用の節約というよりも工場相談にない特殊な三段の組み合わせを実現する目的で行われる。バードショットの場合は、 遠近療養の獲物に対応するため、1から4号などの体型散弾と5から9号の小型散弾をミックスした実報や、通常の工場相談では生産されない5から9号相当の小型散弾でのマグナム相談の作成を行う目的でハンドロードが行われることがある。また、バックショットの場合は、工場相談の最大規格である6粒9粒弾よりも、 さらに大粒の弾で3粒4粒弾といった強力な弾を作成する目的でハンドロードが行われることがある。スラッグショットの場合は本来の弾薬費用の節約という目的以外に自身が所持するスラッグ銃の重口径ギリ,ギリギリの大きさのスラッグ弾頭の異形や特殊な風切り溝を設けたスラッグ弾頭の異形を特注し、 ライフルのハンドロードと似たような感覚で射撃精度を追求する目的でハンドロードが行われることもある。また、村田銃をはじめとする戦前の黒色火薬、新鍮ケースを使用する三段銃の場合や10ゲージ、16ゲージ、24ゲージ、28ゲージなどの現在市場の主流ではなくなった光景の実砲を使用する銃の場合には工場相談自体が存在しないか、 極めて種類が限定される。そのため、こうした銃の射撃を行う場合には、その都度その銃専用の実砲をハンドロードで製作する必要が生じる。ありがとうございます。